はいどうも、はい、どうも、今夜もあなたのおつまみにノービア TV でございます。今回はですね、はい、ノービアも第3弾となるコンピレーションアルバムの情報についての告知でございます。いや素晴らしい。第2弾からだいぶ早いですね。私も出たい、僕も出たいとそういうお声をいただきまして。いつ頃の予定ですかね。春、例えば言っておきましょう。あ、でも、もうすぐですね。はい。どれぐらい集まりましたか。結構集まりましたね。結構集まりました。25万以上ですね。ボリューミーな形で。でもね、それを対応できるのが、はい、配信のいい形ですよね。そうですね。ボリューム2と同じで、はい、配信という形で。そうですね、配信のみなので、はい、サブスクという形で聞けたりっていう形なので、もしよかったら、ね、入ってほしいですね。大体みんなサブスク入ってると思うんで。そうですね、基本的にね、もう入ってますし、まあ、結構いい曲ありますよ。ボリューム2でもだいぶいい曲が、うん、参加バンドさんからもめっちゃかっこいいじゃないですか、悔しいですわみたいな、なるほど、いう人もいたりするぐらい、うん、刺激になってる、ね、そう刺激になってる、うん、してね、じゃあもっと俺たちもっといい曲するぞっていうのになるし、オリジナルバンドを聴くときにね、うん、曲を全く知らないから、うん、ちょっと 初見だから乗れなかったっていうこともね、うんうんうん、多分ね経験あると思うんですよね、うんうんうん、皆さん見てて、うんうん、でもコンビネーションアルバムで聴いてたら、うん、あ、この曲は知ってる、うん、聞いたことある、うん、って言ったらもうね、次がサビに来る、わあ、うん、この後大サビだ、わあ、うん、みたいなできるからね。コンビネーションアルバムの曲を聴いた後、うん、それを生のライブで聴く機会が絶対にあるはずなんですよね、うんうん、なのでもうコンビネーションアルバムを聴いて、うん、ノビアの方にも遊びに来てもらってっていうところでね、はい、サイクルができたら、そうですね、我々ももう大変嬉しい、うん、嬉しいですねことでございますので、少しでもね、こうね、バンドさんのお力になれればいいなと思いますんで、ね、絶対プロモーションになりますんでね、はい、なるしね。でもしこれ見てる方でね、うん、あのレコーディングの仕方わかんねえっていう人いたら、うんうん、もうノビアの方にお問い合わせいただければ、安くてクオリティ出すやり方もありますし、ちょっとお金かけてね、ガッツリやるっていうのも全然ありますし、ありますから、悩んでる方いらっしゃいましたら、ね、いらっしゃいましたら、うん、ね、ぜひぜひね、全力でサポートいたしますので、ちょっとレコーディングについての動画も以前ね、そうだね、撮りましたんで、撮りましたんで、はい、そちら見ていただいてもいいですし、ね、そのね、チャンネルの方ね、はい、ね、あのもう見ていただければと思いますのでね、ぜひとも、ぜひともよろしくお願いします。コンピレーションアルバム、はい、お楽しみにしていただければと思いますので、見てください。皆様お待ちくださいませ。ありがとうございます。それでは、はい、ノービアの TV はこれにてバイバイ。